まあ、ちょっと短い、時間で、ちょっと喋って終わらせてもらおうかなと思うんですけど。はい、お疲れ様。お疲れ様。あ、ポポンちゃん。おう、大丈夫？大丈夫。元なんか気？すポごい。ポンちゃん。元気やで。みんな心配してたで、チャオさんのことね。そう、ちょっとちゃお疲れました、ほんと。疲れた。なんで疲いや、れたの？もう、だって、今日さっきまで12時半近く、いや、12時半っていうか1時近くまで、大宮にいて、で、大宮か大ら、宮で。もうロータリーですごいタクシーも行列を2、30分待ってからタクシー捕まえて、あ、そうだ、改めましてお待たせしました。政局ウォッチナウのチャオです。もう毎朝みん5な時、心配してたね。もうちょっと一旦、ポポンちゃんとキャスやろうとか言って、うとうと一瞬、なんかちょっと電話かかってきて、で、ちょっとお風呂入ろうと思ってお湯を張っていて、うとうと眠って、今ホテルに着いて、もう今シャワー浴びたんですけど、大丈夫です。もう本当疲れました。でもちょっと正直、だいぶ眠くて疲れてるので、今日は5分か10分で終わります。もういよいよ泣いても笑ってもですね、8月25日投開票の埼玉県知事選、いよいよファイナルということで、もうファイナ今ル。日が最終日なわけなんですね。で、チャオの、ツイッターを見ていただくと、大野さんがもういよいよラスト、最後の戦いの抱負というのをですね、語ってらっしゃるので、ぜひ、いや、もう大野さんのもうなんか、ここまで来ると気力、精神力がすごくって、もうすごい精悍な顔して、動画もバシッと撮ってくれたんですけど、いや、もう、本当動画を撮影しながら、この人の精神力はすごいなと。やっぱリーダーになろうとする人すごいなというふうに思いました。で、明日なんですけど、まずですね、大宮から浦和方面に帰る、ホテルの方に向かって帰る途中、道すがら沿道にこう、ステカンって通称言うんですけども、山本一太来たる来たる来たるって、山本太郎さんじゃないんです。山本太郎さんだったらいいんですけど、山本一太来たる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 と。まあ、つまりですね、群馬県知事選にね、参院選にこの間もうね、出なくて、山本一太さんがちょうど参院選の時期に群馬県知事選がございまして、群そう馬で知す事になっね。てないですか。なんと、で、埼玉と群馬、まあ、隣みたいなもんですからね、新幹線ですぐですから、なんと、山本一太さんが明日最後、最終日。来ると。そうですね。まあ、とにかく、政権与党が推す、青島健太さんの方にはもう、首長がボンポコボンポコ入るわけですよ。で、まあ、その一人として、明日最後に山本一太さんがやってくると。それが、どうも14時半から、大宮駅の東口だったか西口に来たる来たる来たるとかって言って、すごい出てましたね。で、対する、野党は枝野代表のお膝元ですね、埼玉は、大宮はね。ってこと枝で、野大さん宮のね。東口に、4時に枝野代表入ります。で、昨日は朝の、夕方の5時に玉木代表がね、大宮駅西口に入って、で、まあ、だから、国民と立憲の党首がね、それぞれ2人続いて連日、最後ね、大野さんのために入るということで。まあ、で、今こ日、れまあ、たはまたね。ま、すごいですね。だから最後も本当、与野党、党首クラスが入って、そして、まあ、野党の方はそういう感じでね、玉木さん入って、枝野さん入るという、まあ、玉木代表のところは昨日密着してですね、まあ、玉木さんなんかもう本当、チラシ配りもするし、でも面白い話としては、ぜひ、まあ、皆さんも動画あるんで、残ってるんで、聞いていただきたいんですけど、埼玉県の財源が玉木代表曰くですね、約2兆あるんですって、2兆円ですよ、2兆円。2兆円すごいっすね、すごい、まあ、国家の国のね、予算、まあ、2兆円、それでその2兆円っていうのは約1万円札18キログラム分らしいんですけど、
その2兆円をずっとお札の束を並べていくと、なんとですね、富士山5個分なんだって。富士山5個。5個分、すうん。ごいっすいね。や、すごい、玉木が分かりやすいけど、その富士山5個分の予算を、の財源を使う、どう運用マネジメントするかっていうのも、埼玉県知事の本当にね、予算の決定権がある、その埼玉県知事のお仕事だと。だこれが何もね、昨日今日やっぱ政策を勉強します、知事になってからやりそうまやすみたいね。な人、じゃあやばいだろという話を、まあ、玉木代表してましたけど、確かに富士山5個分も積み積もった2兆円のお金を、財源をですね、素人に使わせていいのかという議論、これはまあすごい分かりやすかったですね。で、まあ、大野さんがそこに合いの手を入れてですね、いや、まあ、世界に埋蔵されている石油が富士山2個分ですから、埼玉県の富士山5個分は大きいですねとかって言って、まあ、ちょっとこう笑っていいんだか、まあ、すごいこう、またさすが中東にいた方だけあって、ね、中東にね、石油 詳の埋し蔵量について、そうそうそうそお。う、なぜに世界の石油の埋蔵量まで知っているというね。まあ、だから、まあ、千葉県よりも多いわけですよ。千葉県より多いのに千葉県より投票率が低いというね、山梨県よりも投票率が低いだ埼玉ですね。ですからやっぱり、まあ、埼玉県民はぜひ投票に行ってください。今、全国の良い子の皆さんが大変注目してね、もう埼玉県の良い子たちお願いだから選挙行ってくれというぐらいに。もう山梨なんか暴動が起こるぐらいに埼玉県民いい加減にしろってぐらい怒ってますから、まあ、本当に2本当兆をに、ね、ちゃんと使ってもらうためにも投票にね、行ってほしいですね。行ってほしい。富士山5個分ですからね、山梨の宝、富士山が5個積もるとなんと埼玉県の財源になってしまうという、すごいですよ。お札18キロってポポンちゃん持ったことありますか？ない、もう全然ないです。そうなんですよ。そんなの持ちたいわね。県外からね、無関心はダサい玉、そうそうそう、だからもう、ダサい玉という赤紙が届きますからね、選挙行かないと。だからやっぱり行った方がいいと思いますね、埼玉県民の皆さんはね。まあ、それでまあ、とにかく、もう今日もですね、チャオは意味不明に、そうですね、飛んで埼玉のうちわを持ちながら行動してみたんですけど、それあ、でこれまあね、何こしのろ、画像ね、飛んで埼玉のうちは。かわいいでしょ。で、これ、越いいで谷すにね、もこ持ってったんですけど、でも今日また玉木代表とかにも、ちょっと持ってもらったりとかもしましたけど、玉木代表面白くて、そういえばチラシを配り始めたんですけど、前参議院議員の金子陽一さんがなんかカラスを務めて、玉木雄一郎がチラシを配っています。皆さん、玉木雄一郎の指紋がついたチラシ、今ならもらえるとか、指紋がついたチラシをもらえるとか、すごいカラスだなと思いましたけど、玉木代表の、ツイッター見ると、チラシ配りの様子、まあ、岡田克也さんもチラシ配りしてるんですけど、もう今、もうね、埼玉行っ岡て田チラさんシも配来りした。てるのが、すごいっすね。めちゃくちゃ流行ってるんですけど、まあ、でも、いろんな議員さんたちがチラシ配りし、船山先生も上手でしたけど、まあ、玉木代表のチラシの波形は異様に良くてですね、なんかご婦人方とかも、私、あなた、ボランティアのお兄さん、ごめんなさいね、私、玉木さんからもらいたいわとかね、なんかあとは、おじさんたちからも絡まれてね、玉木だ、玉木がチラシ配ってるとか言いながら、おじさんたちももらってるというね、いや、ツそイッれはター欲しいの、わね。投資か玉ら木欲アカウしいントでわ。チラシ配ってるとこね、もう見たら、で、チラシすぐなくなっちゃうから、チラシまだないのとかって言ってはしゃいでましたけど、ほっといたら多分1000枚ぐらい配ってくれたと思うんですけど、まあ、次の予定があったんで、大宮から我々ご一行はですね、熊谷に移動しまして、熊谷で、埼玉というのは広いとこで、私、おととい実は熊谷にちょっと行ったんですよね、埼玉実は。で、その時は2時間かかったんですよ、なんと大宮の辺から車で。そんなにかで、かるん埼や。玉ってそう、関越とかそういうその横への移動とか結構しんどくて、その首都高速がないところとか移動すると結構横の移動とかしんどくて、
まあ、2時間かかったんで、今回2は、時間。まあ、車で行くのはやばいだろうと思ってたんですけど、なんとやっぱいかにね、全権を戦う選挙っていうのが大きいかっていうと、もう新幹線で移動するんですよね。で、上越新幹線に乗りました。で、たった12分なんですけど、まあ、2時間がなんと新幹線になると12分。ああ、うわ、それは早いっすね。早いですね。そうなんですね。まあまあ、ちょっそうとそうそ高そうなう。ね、気はしますけど。で、上越新幹線乗って、まあ、12分で、熊谷はなんと新幹線止まります。ラグビーワールドカップもね、まもなく9月にやってきますけど、で、まあ、熊谷着いてから、まあ、なんかこう、まあ、タクシーで2、30分ぐらいしたところに大きな市が作った文化ホールがあるんですけど、で、まあ、そこにもそれこそ大の渋滞ができてて、まあ、我々また渋滞にはまるんですけど、その大の渋滞って羽月ループじゃないけど、大の渋滞がすごくて、それみんな大野で元行っ裕さて、んを見に来てるわけですね。大野元裕を求めてるわけですよね。で、行ったら、熊谷の市長さんが、いや、この文化ホール私が作って、私が市の責任者だから運営してるんだけど、こんな人が来てるの見たことないとか言ってるわけですよ。それで、あと、熊谷市の商工会議所の会頭も参加しました。商工会議所の会頭も参加してるのは、まあ、だから、あと、お隣の鴻巣の市長とかですね、あと、あの辺一帯の JA の会長とかも来てるんですけど、農協ですね、いらっしゃってるんですけど、こんな人たくさん見たことないだべ、みたいな感じで、なんか皆さん言ってるわけ。まあ、それはね、熊谷の市長が言ってんだから間違いないと思うんですけど、でもすごい本当に来てました。それで、まあね、ダウンライフとこう後続車列についてたんだけども、もう代表はまあね、舞台の上と、まあ、その行って、まあ、私は座間味さん先についてて、で、座あ、ざ間味まさんさんもいてとた。タクシーでね、追いかけて行って、でもう座るの満席で、立ち見客とか出てるわけですよ。ほう、で、なんすかバごルいっコニすーね。席の2階席だか3階席は空いてるとか言うから、ちょっと行って、そしたら、まあ、ちょっと空いてたんで、そこ座ったんだけども、私3階席みたいなとこから見てたんですけども、すさまじく混んでるわけ、もう人がびっちりいて、立ち見もいるわけですよ。すごかっこたれですよはね。すごいですね。いや、で、県北って通称言って、地図で見ると熊谷市こう上の方で、それからまあ埼玉、よく関東甲信越地方の天気予報だと、大体明日の熊谷市は38度でしょうみたいなのも、まあ、最もね、関東地域でもいつも温度が高いと言われているところら辺高なんいですけど、いや、まあ、暑いんですよ、本当に。まあ、でもすごい熱気と暑さと、いや、すごい盛り上がってましたけど、まあ、それでも来るんですかね、そう、今まで見すたことごないいようでな人すたちよ。がね。いや、大の渋滞で多分熊谷市民全員来たんじゃないかという、それは嘘ですけど、まあ、でもそれぐらいの勢いで熊谷市民も明日口コミになって、すごいこすとになっちゃごう。で、なんかどちらかっていうとね、熊谷市はそんなに大野さんが強い地域と言われてないとこでも、そんなに、もともとね、そのエリア、倖田來子さんが強い地域だったんですけど、高田さんの強い地域なのまあ、に、ただですね、国民民主の、森田さんっていうね、議員の方が、そこから選出で出ておりまして、まあ、森田さんが頑張って集めたんですよ。とにかくびっちりいましたよ、すごかった。で、これが、まあ、個人演説会最終回ということで、まあ、この県北でこれだけ集められたのはすごいことなんじゃないかと。で、私は、すごい、まあ、今朝ツイッターで書いたんですけど、やっぱり握手が上手な政治家って大事だなっていうことを書いたんですけど、あ、書いてたね。まあ、書きました、朝ね。まあ、ちょっと誰か読み上げていただけたらと思います。まあ、ポポンちゃんに読んでもらったらいいと思うんですけど、今、チャオ、ツイッター喋ってるんだけど、自分のツイッター読めないんですけど、ちょっと僕もうちょっとね、握手、ちょっとなっちゃんさん書いてくれたらね、ちょっといいんですけど、握手大切ってことで、握まあ、手が大切ね。
あくまでもチャオの主観なんですけど、あの東京参院選、東京選挙区で6位で音喜多さんが滑り込んで山岸一生さん負けたっていうのは、私は握手力の差だったと思うんですね。握手力、まあ、まあ勝因敗因いろいろあると思うんですけど、握手やっぱりね、こうね、音喜多さんはまあ2期都議をやられて、でさらに1回北区区長選で苦杯をなめて惜敗するんですけど、やっぱりその握手のうまさっていうのを音喜多君は目を見張るものがあるんですよ。握手力、本当にお年寄りとかが来ると腰をかがめてさっとこう来たり、あとパッと遠くの方から手振ったりとか、立ち止まってる人いるとダラダラダラって走るんですね。で、まあ、山岸さん、新人でみるみる演説も上手になられたんだけど、やっぱその音喜多さんと比べちゃうと、これやっぱり新人ですから、その握手のところでその握手のリーチ力っていうのに差が出たかなと。下手っていうわけではないんですけど、うん、スタートさん、チャオさんの握手配信を見てたと、うん、とても良かったですと。で、私はやっぱりあの昨日一昨日もね、南越谷駅で大野さんの握手を見てたんですけど、うんうん、やっぱり立ち止まってる人見ると大野さん本当にもう体疲労困憊だと思うんだけど、走ってくんですよね、そこにね。走って握手して、いや、ありがとうございますって言って握手しに行くんですよ。やっぱりね、あの、一票一票票を取るその執念っていうか、あの、やっぱこれは、その田中角栄さんなんかも言ったけど、結局、あとその後田中角栄さんのお弟子さんの小沢一郎先生なんかもおっしゃってましたけど、人はそこに何を見てるかっていうと、その人のやっぱ執念を見てるんですよね。やっぱ根性というか、ね。執念ね。うん。私は、それで改めて、やっぱり上田知事が今あの選対本部長で、こう大野さんのまあお父さんというかですね、応援団として応援してるけど、こう大野さんに上田知事が駅頭で12時間立たせる、あの上田式選挙法っていうのをね、伝授してやらせてるんだけど、私ね、あの最初やっぱその12時間ってそのお盆の時期だから人がやっぱいるのは駅だっていう、それだけじゃなくて、私今日この本当にね、昨日おととい終盤から見てて、これはね、上田さんが知事に大野さんがなるための試練を与えてるんじゃないかなってちょっと思ったんですね。それは大野さんの握手を見てて、やっぱり田中角栄がもう本当古典的なあれですけど、握手した数しか票は出ないっていう言葉を言ってるんですけどね。あ、そうですね、言ってますね、うん、でも結局知事になるってことは、広く県民のあらゆる人の声や意見を聞かなきゃいけなくて、たくさんの人に会うってことと、時には全く相手にされずに握手とか立ってても、まあね、通りすがれたりチラシを受け取ってもらえないとかあるんだけど、それらも含めてその多様な人がどれだけいるかっていうのをこう見るための機会と場を大野さんに貸してんじゃないかなとふと思ったんですよ。そうです。だからそれをね、こう上田さんはこう身をもって教えようとしてんじゃないかなっていうのをふと思ったわけ。だからね、たかが握手されど握手で、その握手だとかチラシの配り方一つ一つにもやっぱ細部に、まあ、大野さんの応援団でね、いろいろな国会議員の方も見えますけど、やっぱり演説のうまさだったり、街頭のちょっとした駅頭街頭の上手さだったり、握手の上手さだったりっていうか、チラシ配りのうまさ下手さっていうのはその人の選挙の強さにも比例してますし、やっぱすごくその人柄人間っていうのが全部出てきますよね。で、今日私がまさに今そこにツイッターで書いてくださいましたけど、13分44分の、全部見ましたって書いてけど、あの今日の熊谷の演説の終わった後、大野さんが皆さんあのお帰りになるお客さんたちをお見送りしてるんですけど、印象深かったのが、お式せとか動員できたらさっさとみんな帰っちゃうけど、みんなとにかく大野さんに一声二声かけて頑張ってねとか、
いろいろなんか声かけて帰ってくるんですよね。でそれに対してありがとうございますって本当に大野さんが、一生懸命で結構やっぱ顔見知りもいらっしゃるみたいですけど、なんか声かけたりとかいろいろ二言一言を喋ったりしながらこう握手しながらこう帰ってくのを見てて、みんなその大野さんに声かけて帰りたいんだなっていうのがその動画に映ってるんで、これでも人もすごいですね。今ちょっと見て、みんな見てますけど。でいい動画でしょ。人もすごい来てる中でね、握手も。人もすごいけど、ここでずっと握手するんだって、本当手、筋肉痛になったり、腱鞘炎になるぐらい大変なんですよ。もう、でも、それでもずっと走って握手して、握手、握手、握手でですね。やっぱね、握手ってすごいですよ。だから、漫然と、で私は青島さんと握手した時に、さっとふわっと手出して、あ、まあなんかよろしくみたいな感じの握手なんです。まあ、鳥越俊太郎的な握手なんですよね。まあ、スポーツライターとかでジャーナリストですから、なんか気取ってるわけってことで、まあ初めてやしね。まあね、ここ聞いてる人たち、山岸一生さんのボランティアされた方もいるかもしれませんけど、まあ正直山岸一生さんもそういう握手なんですよ。まあだからどっかに照れがあるかもしれないし、本当になんか凄みがあるっていうか、本当に握手した人と確実に一票入れてもらう握手っていうか、キラー握手じゃないんですよね。握手でもうウィンクでね、人を殺すじゃないですけど、魅了するじゃないですけど、握手でも確実に一票取れる握手じゃないんですよ。手握った瞬間にこの人に入れてあげようと思わない握手っていうのがあって、でやっぱあと立ち止まって聞いてる人って、どうせ俺のことを入れるから待ってて聞いてくれてるんだろうみたいな感じのが透けて見えて、なんか俺のこと好きなんだろうみたいな雰囲気なわけで、そういうのって人間って別に応援してあげようと思わなくなるわけですよ。いやそうじゃなくて普通は違うだろうというところなんですね。私その、まあ、山岸さんの時雨がザーザー降りな中で傘さして、まあ、それはたまたま山岸君を待ってたわけではなくて、山岸さんの演説を手伝ってた釘さんと喋りたくて待ってたんですけど、まあ、ついでにその山岸さんと初めて会ったんで握手しましたけど、要はね、その時にまだ無名の新人候補、まあ、無名って言ったって、まあね、一応立憲民主の支部長で候補者ですとは紹介されても、まあ、まだ新人なわけじゃないですか。で普通人間がですよ、夕方に 2,30 分待ってたら、それって雨の中とかお暑い中待っててくださってありがとうございますという日本語から普通は始まると思うんですね。で待ってて当然だっていうような感じっていうのはやっぱり厳しいけど、まだ人を観察する能力が足りてないと思うんですよ。あ、そうですね。うん、青島さんも暑い中ありがとうございますとか、演説終わって、暑い中お待たせしました青島ですとかね、そういう言葉とかってないんですよ。でまあ極めつけが、私3回ぐらい街頭、まあ、違う駅ですけどそれぞれ、まあ、行った時に青島さん覚えてないんですよね。まあいろんな人と握手しすぎてて覚えてないかもしれないけど、大野さん見ててやっぱりまあまあね、もちろん2期だから6年だから12年やられてるわけですけど、まあ、その大野さん見てると、大野さん皆さんとまあ顔見知りの人とかどう思うとかちゃんとなんかコミュニケーション取ってるんですよね。だそこの差っていうのはすごく大きくって、やっぱり握手で可視化されますね。で例えば音喜多さんなんかお年寄りの杖をついてる方だとか車椅子の方とかがいらっしゃると本当にちゃんとかがむんですよね。あとちっちゃなお子さんとか乳母車の赤ちゃんとか、お子さんがいるとお子さんの目線まで駆け寄ってかがむ合わすようにね、今日玉木代表なんか見てても玉木さんもそうですね。ちっちゃいお子さんとか見ると、ちっちゃいお子さんや乳母車に手振ってて、ちっちゃい子がなんか玉木さんに手振ってる、これ小泉進次郎さんなんかもそうなんですね。でやっぱりね、その観察力なんですよね。で、まあ、これ北海道極保線で象徴的な話がありまして、池巻さんと、和田義明さんという方が対戦したんですけど、池巻さんを本来なら応援する野党の応援団であるはずの女性がですね、
まあ、これ悪口ではない事実ですから、これ私もキャスで動画を見てたんですけど、まあ、雪のみぞれが降ってる中ですね、4月の頭ぐらいでも北海道めちゃくちゃ寒いわけ、マイナス近いわけですよね、0度近いような天気で雪がちらついてる中キャスしてたわけよね。で、まあ、池巻さん終わったらなんかその、まあ、ボランティアの人か自分の選挙を手伝ってくれてる連合のスタッフなのか、まあ、そういう人たちのところに駆け寄って話して、まあ、立ち話してさーっと帰っちゃうわけですよ、ね、で同じ場所にあともう30分したら今度は和田義明さんって人が来ますよとかって言って、その方だからちょっと駅ビルの中入ってまた待機して、30分後に同じ場所に来た和田義明さんを今度映し始めたわけですよ。そしたら池巻さんは横断歩道とか渡ったりとかしないで、まあ、さーっとまあ次の場所にまあ行っちゃったんですね。で今度和田義明さんが来た時に演説を始めて、終わったらなんと通りを渡って、そのキャス私も見てたんだけど、走ってきて寒い中ありがとうございますって言ったんですよね。それでそれに痛くそのキャスを回した方がびっくりして、でもしかしたら記憶違いだと思うんですけど、3日前ぐらいの時もそういえばお会いしましたよね、どこどこでやっぱり生中継してくださってましたよね、ありがとうございますって和田さんが言ったんですよ。へえ、うん、それでね、なんと普通はですよ、その方は野党共闘側とか野党を応援してる本来応援団なんですよね、うん、うん、ところがなんかその女性はなんと最終日どこに行ったかというと、和田義明さんの最後の舞妓さんを取りに行っちゃったんですよ。あら、で取られちゃった、取られちゃったそうそう、 そういうの大切よ本当に。いやだから普通だったら野党を応援するはずの人がですよ、要はその寒い中ありがとうございますと、この間も来てくださってましたよね、だから和田さんからしてみたら自分のファンかと思ったのかもしれないし、でも寒い中本当にありがとうございます、またこれ自分のパンフレットです、よかったら読んでくださいって渡してるわけですよ。うん、それでついにその彼女は私が応援したりとかキャス回してあげないと和田さん負けちゃうかもしれないし、もう北海道僕では私はもう和田さんでいいと、自民党好きじゃないけど和田さんでいいとか言い出しちゃって、で和田さんのもうなんか熱心な応援団になっちゃってるわけですよ。なるほど。そう、だからね、いやなんか本当そういうとこよ、人間力っていうのはねあるよ。だからね、その自民だとか野党とか関係なくもうこの人好きみたいなことってあるんですよね。でそれはほんのちょっと、やっぱその本当に振る舞いの差で変わっちゃうことってあるんですよ。うん、ありますね。なんかこう、うん、でなんかそれで人間力そうそうそう、それでなんかそのうちわの人たちとだけボランティアとかうちわのサポーター的な人とだけ喋ってて、新参のたまたまフラッと来た人たちでも、そのフラッと立ち止まってる人の本当は票を取りに行かなきゃいけないのに、なんかついつい自分の選挙を回してくれたり、いつもやってくれる人と立ち話しちゃったりとかってことあるわけですよ。だからそれうちはノリじゃダメなわけよね。でそうそう、選挙はそう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 、だからそれからあと自分のそういう街頭に来てくれる人イコール自分のファンっていう風な勘違いも偉い違いね、それ傲慢になってるわけですよ。人は魔が差しますからね。例えばどんなに、ね、選挙戦が例えば17日間選挙があります、15日までは毎日チラシ配りから何から熱心にやってくれた、ね、ボランティアの人がなんかほんのちょっとその候補者のイラッとする発言とか嫌な癖みたいなの見えて、投開票日の投票日に、ね、ポポンプグニャンって書かないかもしれないわけですよ。そう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 、うん、だからやっぱり最後まで選挙は投票箱の蓋が閉まるまでポポンプグニャンって書いてもらうことが大事なわけですよ。いやだってさ、ボランティア15日間もやってくれたのに、あいつやっぱ最後最終日にこんな態度取ったからムカついたからもう投票日ポポンって書くのやめようとかって思われちゃったら終わりだよね。そうやっぱり本当にそういうことってあるんですよね。で私大昔なんですけど、
まあね、新潟のご婦人方が言ってた話なんですけど、まあもう大昔ですよ。なんかまあ、大もう昔ここ、ね。そうそう、今の議員じゃなくて、もう引退した政治家さんだったら、何々先生ってどんなだったんですかね、なんていう話をしたときに、いや、あの人はちょっと傲慢だったんだと言ってて、で、どんなところが傲慢だったんですかって言ったら、炊き出しボランティアって田舎の方だとご飯とか作ったりとかね、お弁当とか炊き出しのボランティア。なんか戻ってきて、その代議士の先生が戻ってきて、もうちょっとマシな食べ物ないのかって言ったらしいんですよ。いや、一生懸命作ってるんですよ、お母さんそたんちなこが。と言うねや、そんで、なそういうこことと言っ言ちゃっう。たらしいんですよ。でもね、バカだ本当ね。にね、いやもう刺し殺そうかと思ったぐらい殺意を感じたとか言って、まあ冗談ですけど、それぐらいイまあ、ラッ冗としき談たらね。しいんですよ。いや、そう、いや、わかりまだすけよ、そんなに。ど、一生懸命作ってんのいね、や、そんな一生懸も命作ってくれてて、別にその人たちボランティアでね、皆さん、主婦の皆さんたちがいろいろね、お弁当とか工夫して考えて、炊き出しの、ね、ご飯まかないで作ってるのに、もうちょっとまともな食い物ないのかみたいなことを言ったので、イラッときたそうなんですよ。いや、で、そういうまあ、のそあのるっ人、てね。結果どうなったかっていうと、まあ、落ちたんですけど、あ、落ちた、だやけっぱど、り。その一言がダメだと。ね。いや、だだから、まあ、から、その一言もそうやし、多分そういうなんがいろんなところで出てたんっていうのもあるでしょうね。そう。そのやっぱりその出ますよ。そういうこと言う人っていうのはいろんなとこで、いや、ちょっとこの人どうかなみたいな。そう。だから、まあ、まあ、ちょっとね、ディスってるわけじゃなく、私が感じディた、あスっくまた。で、チャオ主観なんですけど、いやいや、まあ、だこういうから、話すごい大切ですよ、チャオおさんときのたくん話。と山岸さんの差を分けたものっていうのは、私はその山岸さん、たまたま会った時が雨の中だったんだけど、その雨の時に、まあ、そう、それですね。で、まあ、まだ本当新人で1ヶ月ぐらいでね、出馬して、それで、そうだ。まあ、8時前の7時半から8時ぐらいまでの街頭を見てたんですけど、8時きっかりに山岸さん街頭終わりました。で、まあ、ありがとう、お疲れ様とかって言って、で、さあ、自分の待ってる車かなんか乗って、パーッと乗って、お疲れ様とか言って帰っちゃったんですよ。で、それより、私はその時に一緒に、まあ、街頭を手伝ってくださってる地方議員の人たちとかにですね、まあ、一応、まあ、ご自分はね、まだ支部長で国政目指してるけど、地方議員の方々、私は政治の世界の先輩だと思うんで、そういう方々に、ああ、じゃあ、ちょっとまた、次の遊説の先とか、個人演説会かなんかの移動のためかなんかは知りませんけど、とにかく移動するけど、とにかく雨の中、今日もありがとうご、一日ありがとうございましたと、また明日もよろしくお願いしますみたいな一言を言って帰ればいいんですけど、あ、じゃあお疲れ様みたいな感じで帰っちゃってたんですね。で、それ見て、いやー、これはもうちょっとちゃんとお疲れ様とかありがとうございますっていうねぎらいの言葉を言わせてから去らせた方がいいよというふうに、私はそうまあ、ちょっね。と後でその方々に言いましたね。で、やっぱりそういう、一緒に選挙を共に動いてくれる人に対してのねぎらいの言葉とかが足りてる人と足りてない人っていうのも、やっぱり、終盤にかけて差が出てくると思いますし、そうですね。やっぱりね、たまに負ける候補なんかはすごいボランティアスタッフとかを怒鳴り散らしたりとかですね、ウグイス嬢さんとかを。そんなでもおるも、ね。そういうのもいるんですよ。まあ、街頭とか見てるとたまにいるの、そういうの。いや、いる。で、やっぱり、まあなんか選挙って人間力ですから、人間まあ力やでっすよ。ぱり、そういうところが、やっぱ朗らかな人の方がいいですね。まあ、だからこのね、埼玉県知事もそういうとこで差が出るかもしれないですね、本当に。そういや、だう。から、まあ、それで、まあ、今日ね、青島さんの街頭とかもちょうど熊谷からまた大宮に戻って、
で、大宮でちょこっと、食事をするときに、大宮の西口の方で大野さんがやってて、東口で、青島さんがやってたんですよ。で、ちょうどそうね、9時ごろ、まだ青島さんたち街頭立ってて、まあ、青島さんご本人はいませんでしたけど、まあ、ご本人ないけど、ボランティアの方々がなんとなく立ってやってるの見たけど、まあ、まあ、バイトのチラシ配りっていうか、あのティッシュ配りの人たちと変わらない感じの熱量でやってるというか、なんとなく惰性なんだよね。ちょっと、作業的なんですね、こう、当選させたいっていうのがあんまり伝わってこない感じ。まあまあ、何人もやっぱ自民党ですから、たくさん東口に青いのぼり旗を立てて、たくさんいて、なんかまあ、配ってる感じなんですけど、いや、心の底からこう青島さんのために配ってるって感じが例えばしないわけです。もし私がだったら、おかえりなさい、お仕事お疲れ様、青島健太ですとか言いながらやりますね。まあ、とりあえず、まあ、黙々とチラシを配ってる、なんとなく元気じゃないんですよね。まあ、そういうの見てて、ああ、まあ、とりあえず、こう、ノルマでやってんだなという感じ。いや、そういうのも伝わりますからね、チラシもらう方もね。やっぱりなんかさ、一生懸命さがあるとチラシもらってあげようと思ったりとかするじゃないですか。だからそういうなんか普通に配られてもね、そんなもん。いやだから、読もうとは思わないね。あった方ね、もうね、一度チラシ配りってやってみてください。やってみて、自分がどれぐらいチラシ配って受け取ってもらえるかっていうのをやってみるといいです。でチラシもね、こう相手に見やすいようにとか、本当腰をかがめてとか、さっと配って、さっとこう、あの受け取り拒否率を減らすには本当にテクニックがいります。そうそう、そうですよね。だからそういう意味では、あの玉木雄一郎代表 の、 あの玉木さんのところで上がってるチラシ配りなんかの動画見たら、いや、上手ですよ。それはもちろん知名度があるし、顔も売れてるからっていうのもそれだけじゃないですね。やっぱりあの本当にさっとシュッとこう、渡し方が上手ですよね。ちゃんと受け取りやすいようにちゃんとね、配ってあげ、ね、配らないと、ね、チラシ配り素敵でしたって書いてあったけど、そうです。だからチラシ配りを一度でもしたことがある人だったら、上手なチラシ配りだってことが分かると思いますね。だチラシ配りでね、あとね、皆さんね、あの維新のこととかあんまり好きじゃない方もいるかもしれませんけど、まあ、常々ちゃんは維新はゴキブリのようにしぶとくて強いですよって言ってますけど、実際強いからね。マジで強くなりたいんだったら、あの大阪に、大阪留学でもして、維新のチラシ配りボランティアに参加させていただくといいですよ。もうこれはね、絶対あの私はあの常にうちのインターンなんかには他流試合も大事だということでですね、いろんな流派を覚えた方がいいとかって言って、もうスパルタ式なんですけど、維新のチラシ配りボランティアはすごい。大阪の維新だら、東京じゃなくて大阪だね、大阪の大阪、大阪で大阪の維新、そのチラシボランティアとこに行ってチラシの配り方習ったら、いや、まあ軍隊のように配るからすごいから、やつら本当に、ね、もうあの例えば1分間に100枚ぐらい履けるっていうのは大げさだけど、すごい勢いでチラシがなくなるからね、もう、まあチラシの配り方のスピードと速さと、なんかその盛り上げ方っていうのがうまいですね。あとその候補者が立ってて、候補者の周りにテキパキと立ってて、等間隔でどれぐらいの間隔や、そう、階段があったら階段の角度を見てとか、エスカレーター降りてきてここに立つんだとか、その立ち方が上手ですね。ほう、まあ、そこまでもう徹底してもんですね。すごいです。だ本当にね、やっぱ頭使うんですよ、選挙って。いや、だからそういうところで差がついてるわけですよね、こう大阪のね、野党の維新の以外のね方、よく聞いてると。やっぱ100枚配る人と1分間にね、30枚だったら、それは1分間に100枚配る人の方が効率いいのも、1分間に100枚は嘘だけど、
でもそれぐらいのスピードの質量的に物量的に差が出てくるわけですよ。うん、だからやっぱり、仕事の効率、能率、選挙一つとってもこう技術の差というかですね、いろんなことが出ます。そうです。で、じゃあそういうところでちょっとずつ差をつけて、選挙になったらドーンと票がね、票差で当選したり当選しなかったりってことになるわけですからね、これね。うん。じゃあ勉強してほしいですね。本当他の皆さんね、本当に。うん。まあでもとにかく、まあまあまあ、ね、やっぱり政治家になる人は握手とかチラシ配りは上手ならなきゃいけないけど、その握手もそうだけど、握手する前に顔と名前を覚えるとかね、そういうのすごい大事だなと思って。まあでも本当にやっぱりずっと駅前立ってるっていうのは相当孤独な作業だと思うんですけど、12時間経ってるんですかね、大野さんとかね。うん。いや、それはやっぱりすごいことやなと思いますよ。うん。うん、まあまあまあ。まあ、ということで、なんか長くちょっとだいぶ話しましたけど。ね、いやいや、ありがとうございます。チラシ、まあだから、最終日はよりどっちが、うん、まあ、熱気と熱意があったかっていう方とで、そこ見てほしいですね、うん、そう、どっちがどれだけやっぱ質量的に最後、うん、最終日諦めずに戦ったかっていうとこで、差が出るかなと、うん、うん、思いますよ、うん、そう、なるほど、ちょっとね、うん、そう思います。まあ本当泣いても笑っても、うん、あと残り1日の攻防ですからね、埼玉県知事選、うん、まあ、官邸 VS 県民党ということで、本当沖縄県知事選のような構図になってきましたけど、うん、まあ、投票率低い選挙ですから、ぜひ盛り上げていただいて、明日良い子の皆さんはね、もうとにかく1に拡散、2に拡散、もうチャオのタイムラインもね、どんどんたくさん拡散していただけたらと思いますね。まあ、それでそのついでにね、もうそう頑張るチャオのためにね、ノートを買うとか、うん、それもいい応援の仕方だと思いますけど、まあ、でもノート買うとね、本当に埼玉県知事選がどういう選挙かってことが本当に分かるんで、ひどい、すごいなんかいろいろ感想をくださったけど、手に汗握る面白さでしたとか、こんなやばいことが埼玉で起きてるとは思いませんでしたとか、埼玉県民で投票したかったとか、埼玉県民に生まれたかったとか、いや、なんかこうね、すごいこんな楽しいことが起こってんのかみたいな感じの感想もいただきましたので、うん、はい、ぜひまた読んでいただけたらと思います、ね、もう本当今日で最終日ですから、まあ、このね、動画もアップしますんで、また拡散しておいてもらって、そうそうそう、まあ、もう本当に、どっちにこう情熱を感じるかっていうね、まあ、駅とかね、まあ、どっちに情熱を感じるかっていうか、より本当そういう、うん、やっぱね、情熱の差ですよね。そこだよね、うん、情熱の差、本当に。まあ、今日はそういえば情熱の差といえば、松田香織さんも夜、候補者を見にね、多分いろいろ仕事の事業も終えて、松田香織さん大宮駅に現れたんで、あ、大宮に行ってた。そう、動画撮っときます。そうそう、あとで松田香織さんの動画、いやいやとか恥ずかしがったけど、もうこれ、軍師対決ですからね。軍師ですからね。大野さん側の軍師。若き軍師ですよ。本当にまだ30代ですからね。あ、まだ30代ね、はい、まあ、もう男前やしね、松田さん、うん、変わりませんから、そうなんですよ、うん、チャオさんの弟分ですからね、松田香織さんはね、松田香織君そう、そして対する官邸側ね、三浦博士さんがもう沖縄県知事選、新潟、そしてね、北海道知事選を仕切った、ね、本当に安倍政権側の軍師ですね。すっごい軍師ですからね。どっちもすごいですから、うん、これ。日本で最初の選挙プランナーですからね。まあ、そう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 。軍師対決もありますから。そう、いろんな、ね、視点からちょっと見てほしいなと思います。いろんな視点から埼玉の方は、ね。まあでも
その総合力、組織力、プラスアルファ、やっぱその最後は候補者とかの熱量とか、そのより埼玉をどれだけ愛して一生懸命ひたむきにやってるかってところで、まあ出てくんじゃないかなと思ってます。だからチャオさんの話を聞いてると、まあ大野さんの方がやっぱり情熱はあるのかなみたいなね、うん、思いましたけどね。ただその組織に大野さんのその熱量がどれだけ最後終盤本当に伸びてくるかってところが、うん、やっぱその大野さんの勝敗の決め手になってくると思うんで、それやっぱりあと一歩及ばずなのか、本当にね、そこで伸びしろがすごい伸びてくるのか、そこが注目かな、うん、そうですね。本当にそういう意味で接戦ですから ね、明日はだからとにかくもう一日チャオのツイートをみんなはね、よい子は全人脈を駆使してチャオのノートをね、うん、拡散するとか、チャオのツイートを拡散すると大野さんが拡散されますからね、うん、よい子の皆さん拡散部で頑張ってください。本当にね、お願いします、ね、もうあの埼玉県民じゃない人はね、もうネットの拡散で押し上げる、うん、もう大野さんのアカウントとか、どれだけ皆さんが打ち上げるかにかかってますからね。そうそう、ネットでもできることはたくさんありますからね。本当拡散してもらって。埼玉県はこのままほっとくとね、うん、あの、うん、安倍官邸分室ができますからね。本当にね、うん、埼玉官邸分室を作っていいのか、だからこれから勉強しますっていう人に富士山5個分のね、あの財源を任せていいのかという話ですね。いいのか、ね、いいのか、富士山5個分の福沢諭吉をね、ど素人が運用していいのかっていう問題っていうところに来ているわけですね。そう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 、まあ、富士山5個分ぐらいあったらね、そうですね。そう、チャオさんの情熱もね伝わったと思うんでね、よい子は拡散部ね。まあそれぐらいだから、もうとにかくざまみやさんにもちょっと埼玉面白いことになってるから来てよと言って、もうざまみやさんも巻き込んでね、もうざまみやさんももう、ね、巻き込んだ、かわいそう、だからポポンちゃんもちょっと明日始発で来ていただいて、いや、もう埼玉も遠いわね、遠いわ。それ、そういうこと言ってるから、もうポポンはね、もう本当だから、ポポンちゃんはとりあえずチャオのあの拡散部でね、ネットで拡散ですよ。だからもうチャオさんとの おとつい喋ってても4000回以上ね、あの再生されてます。あのポポンプグニャンストリームをね、みんなチャンネル登録して、うん、あとポポンプグニャンストリーム、埼玉県知事選終盤情勢と、まあ、今日こうやって最終盤情勢レポートということでね、そうそう、これアップしますから、これをたくさん、たくさん拡散して拡散して拡散して、もうとにかくね、あの全人脈を駆使して拡散するという、これしかないですね。それでもうみんな寝ても覚めても大野元裕だと書いて、まあ、埼玉県は大野さんしかいないというふうに、で、まあ、埼玉県民にはね、投票行かないとダ埼玉になるらしいって書いとけば大丈夫ですよ、本当にね、あの、そう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 。まあ、でも投票率が本当に 30% 超えしたら、やっぱ飛んで埼玉効果だと思うのでね。うん。いや、本当にね、もうちょっと、埼玉県民の方も絶対投票にね、行くようにと、うん、願いします。皆さん、チャオさん、5時起きやからね、もう、あと2時間ぐらいしか寝れない。で、私がテレビを削ってでもお願いしているこの情熱をね、皆さんも、あの、うん、私が寝てる間もあの靴屋の小人みたいにね、あの内職をしていただいて、皆さんはせっせと拡散をすると、まあ、それ寝ないでできますからね、皆さんは、はい、お願いしますね。いやいや、ありがとうございました、チャオさん、ありがとうございました。そうそう、あとね、ざまみやさんのインタビューが結構面白くて、大野さんの、あの、あれ結構大野さんのインタビューしてるね、インタビューしてるのね、あれ面白いからぜひ見てあげてください、結構大野さんの知られざる大野さんのね、あの人柄が出たりして結構面白いです。もうミコチャンネルもね、ミコチャンネルのチャンネル登録もしてあげて、ミコちゃんもね、ど天然で可愛いんですけど、あのアラビア語で話してくださいとかって大野さんにいきなり振って、大野さんアラビア語で喋ってるというね、本当に
もういろんな人が大野さんのね話聞いてますんで、そちらもぜひ、お願いしますということで、お願いしますということで、今日はこの辺で、はい、でも皆さんの、最終日の過ごし方は拡散部、1に拡散、2に拡散、3、4がなくても拡散で、寝ても覚めても大野元裕、大野元裕と、もう皆さん念仏のように唱えるという、もうこれでもう大野さんのね最終最後の追い上げ、押し上げになると思いますからね。はい、そうですね。打倒三浦博士ですからね、皆さんね。もういらんこと言わん。いらんこと言わん。いや、打倒三浦博士じゃなくて、ね、皆さんが三浦博士に勝つためには、皆さんの全人脈を駆使して拡散部しかないから。そうそうそう。ということですね。わかりましたね。はい、もう半分寝ながら喋ってるからね、チャオさんもね。もう危ないことを、はい、言うからも。まあまあこの辺でこれね、だとということで、でまあポポン福井さんは一生懸命ブログを書いていただいて、じゃあ今から寝るからポポンちゃん YouTube を上げていただいて、僕は上げなあかんかね、僕ね、ブログも書いていただいて、でチャオのノート100個分ぐらい買ってくださいって書いてください。よろしくお願いいたします。はいはいはい、ありがとうございました。おやすみ、頑張ってください。チャオです。はい、皆さん拡散してください。では埼玉県民の皆さん投票行きましょう。チャオです。ではでは、はい、チャオありがとうございました。